フランクリンタウンシップはアメリカ合衆国ニュージャージー州の北部サマセット郡の南東部にあるタウンシップである。2010年国勢調査での人口は62,300人だった。2000年国勢調査時点からは11,397人、22.4%の増加。1990年からは19,520人、45.6%の増加だった。 フランクリンは昔から農業の町だったが20世紀後半から21世紀にかけて大規模な開発が行われて急速に成長する郊外地となり人種、宗教、文化が多様化した。2008年雑誌マネーによるアメリカで住みたい場所百欠のリストで5位に挙げられた。現在あるフランクリンタウンシップの町は1745年頃に イースタンプレシンクトとして最初に結成された。1798年2月21日にニュージャージー州議会の方、タウンシップ法のもとに州で最初に法人化された104タウンシップの一つとなった。タウンシップに入っていた領域の一部がサウスバウンドブルック、イーストミルストーンの拡張を作るために分割された。なお、フランクリンタウンシップという町は ニュージャージー州だけでも他に3つの軍にある。本校のフランクリンタウンシップはその中でも面積、人口とも最大である。また、サセックス軍にはフランクリンというボロもある。フランクリンタウンシップの名称がアメリカ合衆国建国の父ベンジャミン・フランクリンにちなむのか、あるいはその被着室師であるウィリアム・フランクリンにちなむのか、明らかでない。ウィリアムはロイヤリストであり、 ニュージャージー植民地の最後の王任命総督だった。2000年、歴史家ウィリアム・ B ・ブラームスの著作アメリカのイメージ、フランクリン・タウンシップ、同じく、ブラームスのニュージャージー州サマセット郡フランクリン・タウンシップ、ある歴史、ウィリアム・フランクリンの場合とベンジャミン・フランクリンの場合に挙げられた証拠を検討した結果、フランクリン・タウンシップの立法委員会は、 このタウンシップがベンジャミン・フランクリンにちなんで名付けられたという説を採用した。フランクリン・タウンシップはアメリカ独立戦争の歴史の舞台であり、当時はキングス・ハイウェイと呼ばれていた現在のニュージャージー州道27号線に沿って多くの襲撃が行われた。イギリス軍のチャールズ・コーン・ウォリスとデハイスターという二人の将軍がジョージ・ワシントンとその大陸軍を ミドルブッシュやイーストミルストーンの平原での戦闘におびき出そうとした。しかしワシントンはイギリス軍が撤退するまでその軍隊をフランクリンのすぐ北チムニーロックから動かさなかった。ミドルブッシュの繁栄していた農園数箇所がイギリス軍の撤退中に破壊された。1777年ミルストーン川沿いウェストンの製粉所近くで 大陸軍と地元民兵隊がニューブランズウィックからコーンウォリス将軍が派遣していた約600名のイギリス軍両末長発部隊と戦い追い返すことに成功した。1783年、ワシントンはキングストンに近いロッキンガム滞在中に軍隊に対する赤別の字を作成した。1830年代、ニューヨーク市とフィラデルフィア市を結ぶ延長22マイルの デラウェアラルタン運河の建設によって、フランクリンの街はかなり成長することとなり、1860年代には、この運河を使う橋家で20万トンの商品が運送された。鉄道を使った商品の運送が増加し、運河の利用は急速に衰退した。デラウェアラルタン運河のタウンシップ内サマセット地区、ニューブランズウィックとサウスバウンドブルックの間にある湾。 ウィックル邸は1722年にオランダ人開拓者が建設し、現在はフランクリンタウンシップが所有し、メドーズ基金が賃貸ししている。イーストンアベニューの背後にあり、ラトガース予備校と独立戦争時代の墓地に隣接している。19世紀後半1854年に開通したミルストーンニューブランズウィック鉄道によって旅客列車と 貨物列車がフランクリンを通った。この鉄道はニューブランズウィークのジャージーアベニューにある本線との結節点からイーストミルストーンまでペンシルバニア鉄道が建設して運営した。現在はコンデールのミルストーン第二支線となっている。この支線はサマセットのクライド道路の西まで運営され、サマセットの地元工業や産業部門に貢献している。百二十二年、 フランクリンタウンシップでホールミルズ殺人事件が起こった。サマセットと呼ばれるニューブランズウィックに隣接した地域が現場だった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば領域全面積は46.846 46平方マイルであり、このうち陸地46.147平方マイル、水域は0.699平方マイルで、水域率は1.49%である。 タウンシップ内の4分の3は、田園部である。以下のリストは、フランクリンタウンシップの中にある、国勢調査指定地域であるが、法人化はされていない。その他タウンシップの中に、その一部、または全部が入っている未編入領域としては、ハミルトンパーク、ロッキンガムがある。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。フランクリンタウンシップは、ホークナー法の立法委員会、マネジャー方式プラン D の政府形態をとっている。立法委員会の委員は9人であり、タウンシップ全域を選挙区に選ばれる市長と3人の委員、及び5つの小選挙区から、それぞれ1人が選ばれる5人の委員を合わせた9人となる。11月の一般選挙の一部として、 任期4年間で選ばれる。主長が、タウンシップの立法府の主席役人である。タウンシップマネージャーは、行政府の主席役人であり、日々の運営を管理し、立法委員会に雇用され、その意に従う。立法委員会委員は、奇数年の6月予備選挙と11月一般選挙で、党派選挙によって選ばれ、小選挙区の5人が同じ年に、主長と、 全タウンシップを選挙区に選ばれる3人が、その2年後に改選される。2015年1月、立法委員会が、ブライアン D ・レビンの辞任で相対委員を埋めるために、共和党委員会が推薦した3人の候補者から、クリス・ケリーを選任した。レビンは、サマセット軍政委員会の委員に就任した。1998年、タウンシップは、 住民投票を行い、2対1以上の大差で資産税を評価額100ドルあたり3セント増税することを承認した。その税収は未開発地の保存のために使われることになっている。フランクリンタウンシップはアメリカ合衆国会議員の選挙でニュージャージー州第12選挙区に属している。2010年国政調査以前は第6選挙区と 第12選挙区に入っていたが、2012年11月の一般選挙の結果に基づき、ニュージャージー州地区見直し委員会が行った修正が2013年1月に有効となった。衆議会会員では第17選挙区に入っている。2011年3月23日時点で登録有権者総数は36,240人であり、 そのうち13,993人、38.6%が民主党に4,962人、13.7%が共和党に17,262人、47.6%が無党派に登録されている。その他の政党は23人である。2010年国勢調査の人口に対しては58.2%、18歳以上に、 限れば74.7%が有権者、登録している。2012年アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党のバラク・オバマは19611票、71.2%、共和党のミッド・ロムニーが7640票、27.7%、その他の候補者が288票、1.0%という結果だった。 登録有権者39,291人のうち27,718人70.5%が投票し179票が無効だった。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党のバラク・オバマは19,442票70.0%、共和党のジョン・マケインが7,951票28.6%、28. その他の候補者が246票、0.9%という結果だった。登録有権者35,508人のうち27,776人、78.2%が投票した。2004年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党のジョン・ケリーは14,737票 64.、64.2%、 共和党のジョージ・ W ・ブッシュが7913票 34.、34.5%、その他の候補者が211票、0.9%だった。登録有権者28743人のうち22962人、79.9%が投票した。2013年ニュージャージ州知事選挙では、 共和党のクリス・クリスティが8178票、51.7%、民主党のバーバラ・ブオノが7420票、46.9%、その他の候補者が209票、1.3%だった。登録有権者4155人のうち16108人、40.1%が投票した。301票が無効票だった。 2009年ニュージャージー州知事選挙では民主党のジョン・コー・ザインが9369票、53.0%、共和党のクリス・クリスティが6842票、38.7%、独立系のクリス・ダゲットが1180票、6.7%、その他の候補者が137票、0.8%だった。 登録有権者36,033人のうち、17,679人、49.1%が投票した。デラウェアラリタン運河と引き船道、チューリップウッド、ハミルトン通り1,165にある。1892年頃に、デトレフリーノーの息子 J ・オーガストリーノーが、義兄弟のスティーブン・ギオン・ウィリアムズのために設計した。ウィリアムズ家は、 ウィリアムズ・ギオン・ブラックスター・ラインを所有していた。現在この家は、フランクリーン・タウンシップが所有している、ウクライナ文化センター、ダビッドソン・アベニュー135にあり、アメリカ・ウクライナ正教会の本部として機能している。以下の場所が含まれている。2010年5月時点で、タウンシップの中には、総延長260.12マイルの道路がある。 そのうち216.72マイルがタウンシップの保守に34.67マイルがサマセット郡8.73マイルがニュージャージー州交通省の管轄である。フランクリンタウンシップを通る様々な軍道や幹線道がある。主要な軍道は514号線、518号線、527号線である。ニュージャージー州道27号線が、 ニューブランズウィックとの境を走り、サウスブランズウィック、ノースブランズウィックを通る。週間高速道路287号線が街の北部を通り、インターチェンジが2カ所ある。ニュージャージーターンパイクがタウンシップの外、サウスブランズウィックとニューブランズウィックの中を通っているが、最寄りのインターチェンジは街2つ分離れている。フランクリンタウンシップには百六十四年まで、 サマセットフリーウェイの北端があったが、後にピスカタウェイで終わるように提案された。別の支線である、週刊高速道路695号線も、そのプロジェクトの一部として提案された。この道路は、ホープウェルタウンシップの295号線と交わる、南端で、週刊高速道路95号線を完成させる、はずだった。しかし、 計画全体が1982年に中断された。ガスと電気は PSE&G が供給している。浄水はデラウェアラルタン運河から供給され、アメリカンウォーターから購入している。隣接するミドルセックス郡ノースブランズウィックとニューブランズウィックからも購入している。2011年、タウンシップは水道の民営化を検討し、ユナイテッドウォーターと契約した。 フランクリンタウンシップ公共教育学区が幼稚園前から12年生の教育を管轄している。2011年から2012年の教育年度では、9の学校に7771人の児童生徒が学び、教師は常勤換算で645.8人、生徒、教師比率は12.03対1だった。学区内の学校は以下の通りである。 生徒数は教育統計全国センターによる。ラトガース予備校は1766年に設立された私立デイスクールであり、フランクリーンタウンシップ内にある。イーストンアベニューとラリタン側の間の校内は35エーカーある。州内最古の独立系学校であり、1957年にフランクリーンタウンシップに移ってきた。 フランクリーンタウンシップ内は4つの消防地区20のすべてボランティアの消防団がある。救急医療と救助隊は5つある。フランクリーンタウンシップで生まれ、居住し、あるいは密接な関わりがあった著名人は以下の通りである。ありがとうございます。